僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者。いやー、もうゼノブレードが面白すぎてですね。僕、基本的にああいうファンタジー系のなんかね、SF っぽい RPG とかって、まず一個ね、壁を作るから、そんなに盛り上がるんですよ。それをね、証拠に僕、ファイナルファンタジーって全然好きじゃないの、実は。まあ、好きだ。5ぐらいまでは好きでやってたんだけど、6はやって、7になったらさ、急にソニーにさ、くら替えしたじゃん。あそこのディスク1でやめたからね。でも、ゼノブレイドはね、違う、任天堂だから褒めてるわけじゃないんですよ、それが残念ながら。やっぱり、紙一重なんだよね。前に僕が思いっきりディスりまくったラストストーリー。ファイナルファンタジーの坂口が作ったラストストーリーは、僕はクソだって言ってんの。だけど、ゼノブレイドは、本当神なんだよ、これ。重厚。まだね、でも途中だから結論は出したくない。ちょっとね、物語が今ジメジメして、ちょっとまずい状況になってきた。ゼノギアスやってません、やってません。ソニーハードのゲームあんまやんないから、基本的に。いくら面白いって言われてても。やってんの、竜が如くぐらいかな。竜が如くとグランドセフトオート、この二つ以外はソニーハードのゲームほとんどやってません。自然とやんなくなっちゃうの、PS で出ると。なんでだろうね。僕が任天堂信者だからかな。だけどね、その、やっぱりラストストーリーと、ゼノブレイドの大きな違いっていうのはやっぱり壮大さだよね。ボリューム感。あとは、自由度の高さ。ラストストーリーはどっか、街から街へ行っちゃったらもうその街に戻れなくなる。そういうのってもう RPG としてね、もうゴミなんだよ。こいつのゲーム論は狭すぎるじゃね。僕ほどね、そのゲームにね、向き合ってきてる人間はいませんから、ゲームの歴史に。それが当たり前のことだと思ってたんだよ、今までは。ゲームの歴史にこんだけ向き合うことは当たり前なんだと思ったけど、よく考えたらもう僕、30代のね、後半に差し掛かってて、ずーっとゲームをやり続けてる。ファミコンのね、84年からずーっとゲームやり続けてるやつって。そんなにいないんだよね、実は。ニンテンドのゲームの歴代のハードをずーっとやり続けてきてるやつって。そういう僕がね、ゼノブレイドはやっぱり何がいいって、確かにね、これ万人向けではない。万人に君たち、もし小学生いたら、あなたたちにはちょっと難しすぎる。自由度が高くて、割と説明がね、あっさりしてるから、やっぱり自分でやり込んで、あ、なるほど、こういう仕組みなんだなっていうのを覚えるまでに、まあ1時間はかかるんだよ。あ、でも、あ、何？こういうこともできるんだ。こんなこともできるんだっていうのが、どんどん広がっていって、自分でね、覚えていく体感系のなんかシステムを理解するね、やつなの。あとは、その固有名詞が多すぎる。例えばさ、その世界では人間はホムスって呼ばれてるとかさ、そういうのを当たり前のようにぶち込んでくるから、ちょっと頭がパニックになる状態の時もある。だけど、それがすごくうまくストーリーにね、うまく入れられてるから、割と嫌じゃないんだよね。その、バーチが、国運がなんとかとかあったじゃん。ファイナルファンタジーもさ、ディスる言葉でさ、そうそう、ファルシーで国運でなんとかかんとか、そうそう、あれクソでしょ？あれになってないところが素晴らしいんだよ。あと、しかもね、設定もすごいややこしいの。主人公は、その、選ばれし主人公で、その剣を持つことによってね、一瞬だけ自分の未来が見えるんだよ。だから、その、この人がなんか触ったら、この人が死ぬシーンとかが一瞬だけ見えんの。だけど、その未来は変えることができるっていう、このね、システム的な、それを戦闘にもうまく活かせるんだけど、例えば、こう戦ってる時に、一瞬だけ、あいつが死ぬ姿が見えんだよ、白黒で。ファーンって出てきて、あ、やばい！だったらあいつに、硬い魔法をかけなきゃって、硬い魔法をかけたりとか、今君、もうちょっとしたら死ぬよっていうふうに教えてあげたりできる。これがね、うまくね、活かせるんだよな。未来種のビジョンっていうのも、下手すと、かなり大やけどするゲームのシステムなんだけど、あれをうまくやってんだよ。今更だけどね。そうなんです。僕はマリオ・ギャラクシー2とね、ほぼ同時に発売したこのゼノブレイドをずっとスルーしてたんです。だってマリオ・ギャラクシーも相当さ、重厚なゲームだよ。なんでこういう両ゲーをさ、2発も連発であの頃 Wii では出せてたんだよ。すごいよ、だから。僕、こういうことがあるんですよ。同じゲームっていうのはやっぱ1個スルーしちゃう。スーパーマリオ RPG3 をスルーして、妖怪ウォッチの1をやった時と同じ。そういうのがあって、やっぱこれは妖怪ウォッチ大正解のチョイスだったんで、普通だったらスーパーマリオ RPG 行っちゃうじゃん。だけど僕は妖怪ウォッチ行った。でももう一つ大失敗した例として、ブレイブリーデフォルトとプロジェクトクロスゾーンってやつが同時発売した時に、僕はこのプロジェクトクロスゾーンっていうね、ど畜生ゲームを取っちゃったんですよ。だから未だに僕ブレイブリーデフォルトやってないんですよ。あんだけ両ゲーと言われてるブレイブリーデフォルトをスルーしちゃったから、スルーして発売日を逃すと、どうしても後回しにしちゃうの。だからね、そのプロジェクトクロスゾーンに期待が高まって20時間やったのにさ、もうね、ほんとがっかりしたから、心底がっかりしたから。